おすみれのチャンピオン、どうもインゲンです。さて皆さん、今回の僕のパーティーを見ていただけたらなんとなくわかると思うんですけど、なんか全員特殊アタッカーっぽいですよね。いかにも特殊アタッカーをたくさん揃えましたという感じに見えていると思うんですが、まあヌオとか特殊アタッカーというよりネットワンウェポンの受けって感じだけど、なんと今回特殊アタッカーはこの中に一体もいません。ササンドラとミュウツーがサポート役、それ以外全員が物理アタッカーということで、相手からは絶対に読まれないであろう物理艦隊を持ってきました。というのも今そのクロバドレックスが増えてる影響で、 HD ポリツーとかラッキーとかバンギとかそういう特殊受けのポケモンがすごい多いんですよね。前回の動画でもちょっとお話ししたんですけど、それを受けてならばそういうポケモンが出てきやすい見た目のパーティーを作って、実は全員物理アタッカーでしただったら、相手のその特殊受けの枠一枠がほぼ潰れるみたいなもんだから、実質3対2でゲームができるんじゃねみたいな風に思って、今回はそれが通用したらいいなということで、特殊アタッカーっぽい物理アタッカー艦隊を持ってきました。先発ミュウツーから行って、後ろランドロスの通りが良さそうなんでランド、あとはまあレシラムかな、レジ歴もヌオも微妙ということで、まあ消去法ですが、はい、これで行きましょう。よろしくお願いします。バンギラスから、まあこれはあんまりいい対面じゃないんですけど、まあでも後々いい対面にできるというか起点にできるので、まあ、皆さん見ていてくださいという感じですかね。でバンギラス、まあ、初手に出てきたんでちょっと起点作成っぽいなというのもあるんで、その受けに寄ってるバンギラスは後発でフリータイムができた時にね、あの引き先として用意することが多いんで、先発ならステロデンジャハありそうなんで挑発から入っておきます。ということで今回持ってきているミュウツーはサポート型ですね。こうやって壁を張ったりとかしながらしっぺ返しなんかあの予期してない技が飛んできましたけども、マジかまあまあまあいいでしょう。まあならリフレクターをとりあえず張り普通にアタッカーなんかい、まあ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 、まあ、それだけこっちが特殊に寄ってるように見えたということで、ちゃんとこのパーティーのね誘導は効いていたんじゃないですかね。光の壁まで張れなかったというのはちょっと心残りですが、まあ、ここでじゃあちょっと悩んだふりをしますね。あの本当はランドロス一択なんですけど、相手から見るとこの化身ランドロスってかなり特殊型の割合が多いんですよね。特性力づくで大地の力とか冷凍ビームとかそういう技を覚えるんでね、それで広い技範囲から特殊アタックをやるっていうポケモンなんですけど、ヘドルウェーブとか。ただ今回は特性砂の力を持っていて、自身で砂を降らしてもいいし、まあ、めちゃくちゃバンギー呼びやすいということで、相手の砂をもらってそれで自分の物理技のね、まあ物理技じゃなくてもいいんだけど、あの火力を上げて研磨から相手をまくっていくというポケモンになってます。相当悩んだふりをしたので、まあ、というか、まあ、僕が喋ってたのもあるんですけど、相手から見てると特殊アタッカーに見えててほしいなという場面。あーどう見えてるんじゃないこれ。冷凍パンチがあるとかなのかな、もしくは。あ、氷の牙がある。え。まあ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 、壁あってよかった案件だな、これは。挑発の効果多分意味ないんだろうな。相手のパーティーなんですけど、ドラッパだけはこっちの上取れるポケモンだな。ドラッパはなんか、こっち割と通ってそうだからいそうな雰囲気あるけどな。ただここ、ダイジェットとかはかなり悠長な行動ですけどね、こっちにとって。ダイジェットして玉ダメ分の体力も残さないといけないんで、それを許されるかどうか。いや、壁があるからドラッパが出てきてからでも間に合ってる説、どう？ダイヤース言っときます。リフレクターで物理方面、物理ドラパでも大丈夫だし、特殊ドラパだったら、このダイヤースをしておくことで、特殊ドラパとも打ち合えるみたいな。ホワイトキルムがスカーフ型かどうかもまたちょっと関わってくるんだけど、スカーフキルムのこと考えたらダイジェットもありだった。まあ、とはいえ、ちょっとここでこっちの体力失いすぎると、かなりね、相手の先制技とかでも厳しくなる状況だったんで、一旦バンギラス落とそうを考えてみました。どうだったでしょうね。はい、とりあえずバンギラス突破、玉溜めまでね残さないといけなかったんで、キュレム、うわなんかスカーフっぽい出し方、大丈夫かな。一応もう大ロックで余裕で倒しきれてはいるんですけど、スカーフじゃないといいな。あ、相手ダイマ切ってる。よしよしよし、スカーフじゃないっぽいな。この化身ランドの方は霊獣ランドと違って、S が101あるんですよね。最速キュレム、最速ホワイトキュレムでも抜けないということで、まあ、この絶妙な素早さがかなり助かってるなと。91と101がどれだけ違うかっていうのはね、あのポケモンを長年やってらっしゃる皆さんもご存知だと思いますけど、これはいけたんじゃない。砂の力も相まってるとんでもない火力してるいいねいいねいいね、まあ、もしかしたら直気キュレムだったかもしれないですね。こっちの特殊アタッカーばっかりなのを見て、まあ、直気キュレムなら活躍できるだろうと、まあ、直気キュレムかなり人気ありますからね今。ということで
相手のバンギラスの砂の力をもらってめちゃくちゃな火力を押し付けていきましたが、はい、ラス1ナットレ、まあ大丈夫でしょう。後ろはレシラムだしね、負けることはもうないかなと思います。ダイアースでもしておきましょうか。ダイジェットでも変わんないけど、まあダイジェット押すか。はい、いやー、かなりうまく決まったんじゃないですかねこれは相手の特殊受けのポケモンをしっかり読んでそれを起点にするという動きできましたね。素晴らしい対戦ありがとうございました。これこれこれがやりたかったんです。よっしゃ、次も行こう、どんどん行きましょう。はい、対戦相手、よろしくお願いします。え、マジでお相手、まあそんなに順位低くなかったよね。まあなんか具体的な順位言っちゃうとちょっと迷惑かけちゃうかもしれないんで具体的には言えないですけど、4桁の中でも前半の方だったはず。え、そんな実力者がこんなパーティー使ってちょっと待って、インゲンの動画恒例マイナー使いの称号を相手に差し上げるターンが来てしまった。何これ、わかんないんだけど、何されるの僕今からこのパーティーに。助けてわかんない。まあただ相手キュアは出したいんじゃないこっちが特殊アタッカーばっかりに見えてるからキュアは出して受けようみたいなさ。あとガラルファイヤーね、あの辺を誘って物理レジ兵器とかゴリゴリに通せるかもしれない。あー、いや楽しみになってきたな。今回サザンドラで起点作成しよっかな。あとは誰をエースにするかなんですけど、今回レシラムで行ってみましょうか。で、裏レジェレキの通りも割と良さそうなんで、ダグトリオ来ないでねと祈りながらレジェレキ出します。ちょっと確かにダグトリオこのままだと重めかな。まあなんとかなると思うんだけど、レシラムで一回リュウマイさえ詰めてしまえば大丈夫かな。あ、ダグトリオからじゃんどうもなるほど。さて今回はサザンドラ、先日のショートでもご紹介した通りの方なんですけども、こういう起点作成型ですね。ただダグトリオの方が今回早いんで、リフレクターから入った方が安全か。まあなんかステロとかされそうな気がしますけどね、まあ、ダグトリオ地面タイプの技こっち冬で当たんないんで、なんか多分ダグトリオ暇なんじゃないかな。ステロした後適当にバックアウト打ってタスキ潰すか。ガンプ、あ、そんなことなかった、そんなことなかったけど、まあ結局ガンプ以上のダメージは出ないか。バックアウトでいいや。はいあ、ダグトリオのペラペラ耐久でも半分入らないということで、まあ、今回のサザンドラもだいぶ耐久ないですね、まあ、適当にじゃあ挑発打っとく。ダグトリオこの後何するんだろう。ガンプ、あー、ダグトリオ側も暇してるなだいぶ暇そう。はい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 、バックアウトもう一発耐えてくれそう。じゃあリフレクターはバックアウト1回打って倒す直前に打つか。まあターンなるべく長めに保ちたいですからね。5ターンしかないのもあり、もう1回バックアウトするか。極端になんか超高乱数とか引かない限りはもう一発耐えてくれるはずなんで、なんかめちゃめちゃガンプ当てられてますけど、あ、重めだったダグトリオを初手で倒せそうなのはいいことかな。はい、じゃああとはリフレクター貼ります。あ、騎士改正、そんな技あったな。やられた、完全に忘れてました。うわ、リフレクター次のターン打つべきだったか。そっか、ごめんなさい、これは僕がシンプルに忘れてたわ相手が上手でした、その点。まあ、けどレジリキがストッパーになってくれるんで、ここは一つ助かりますね。ダメ押しを押すまさかダメ押しという技がこんなありがたいと思う日が来るとは。はい、このダメ押しのおかげで相手のあれですね、あの黒バドに対しても強い。これでブツになるバレちゃったけど、よく考えたらなんか黒バド出てきてるけどええ、そんな堂々と。スカーフだからこっちの上取ってるよーんってこと。そういうこと、これ後ろあれなんじゃない、サンダーなんじゃないんですかね。だから出せなかったってことで、多分スカーフで上取ってるからってことだと思うんです。さっきのダグトリオにタスキ持ってってるはずなんで、ここがタスキってことはない。なら大魔切って無理やり一発耐えて大アークでいいんじゃないか。スカーフのアストラルビットなら大魔切りはさすがに耐えるよね。僕のダメージ感覚がぶっ壊れてなかったらさすがに大魔切れば一発耐えるんで、大アークをします。相手が最速でもスカーフじゃなければ上取れてるし、まあ、そんなに悪い選択ではないはずです。後ろがまあキュアワーとかね、サンダーだとかだと仮定すれば。うわ、相手も大魔、これダメ押し耐えに来たか、もしかして無理やり。大魔切ってよかったな。え、さすがに倒せるよね、やんちゃレジ歴なら。やんちゃということで今回永遠に攻撃補正、永遠に補正がかかってるんですけども、さすがに足りてるはず。よかった、大魔切って大悪このダメ押しがめちゃくちゃありがたい。あー、勝って、マジ、そんな感じ。え、
大丈夫これ、大フォロー、え、さすがに耐えるよね。あ、よかった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 。レジエレキの耐久、あのペラペラすぎてレジエレキで耐久計算とかしたことなかったもんで、よかった。バド、あー、なんか耐久によってんのかこのバド、なるほどね。で、そのバドの上のポケモン確認できないですけど、あー、でも思い出しました、バシャーボですね。ダイマバドするとね、自分の手持ちを1体隠せるっていう裏デメリットがあるんですよね。じゃあこれはエレキフィールドを張るために大サンダーで倒しましょうか。大ウォール、さすがに大サンダーで足りてると思います。トランジスタとタイプ1と今回磁石を持ってるんで、その補正も全部込みでさすがに足りてるかな。一応計算しますね。あ、まあさすがに足りてそうですね。はいはいはい、まあじゃあこっちの物理の方の大サンダーで落としに行きましょう。大ウォール大ウォール、はい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 、まあまあまあ、これはさすがにそれはさせんぞということで、はい、エレキフィールド張りつつ突破。いや、レジエレキ頼もしいな。物理レジエレキならではの良さ出てますね、素晴らしい。物理レジエレキじゃないと悪タイプの技がね搭載できないんで、バトにも比較的強い、いいとこ出ました。で、キュアは、なるほど、これどうなんやろう。ドレインキッスの先制で倒されさえしなければ、まあエレキフィールドとあれで大丈夫ですよね。どうなんだレジエレキの耐久ってわかんねえ。ワイルドボルト行きます。はい、大爆発とどっちが火力上なんだろう。まあ、どっちにしろ当たれば勝ちだと思うんで。いやー、耐えない、マジ。いやー、じゃあレシュラム出すんですけど、まあ、このレシュラムもあの物理アタッカーということで、一生特殊アタッカー出す気がないんですけど、このパーティー。これキュアは瞑想とかから入ってくれるんじゃないか。さすがにキュアは回復技とかも持ってて、フレドラ連打とかだと耐えられ受け切られる可能性があるんで、再生というかあれか、光合成ですね。龍舞は押していかないとダメだと思うんだけど、どういうキュアはなんでしょうね。宿り木とかまで考えたら一回身代わりからでもよかったのか、どうなんでしょう。瞑想、はい、よし。いや、もうこれはお相手んってなるでしょうね。もうどこからどこまで物理なんだという。これでキュアの選出を誘導できてたのがでかいですね。キュアは一回瞑想しちゃったら身代わりさすがに壊れんのかな。そんなことないわ。思った以上にキュアは火力ないんだな。さっきのレジ履歴は倒されちゃったけど、身代わりから入ろう。ここでもし、宿り木とかに切り替えてくれてたら。通った。でけえ。これはでかいわ。ありがたい。じゃあ、あとはフレアドライブ行くんですけど、まあ、リュウマイもう一回するかどうかちょっと考えるんですけど、いや、やった方がいいか。ここから光合成連打で受け切られること考えたら、もう一回リュウマイかな。うん。リュウマイ2回で落としきれるかな。あ、ごめんなさい。さっきの計算、攻撃1ランク下に計算してたな。足りてなかったか。まあいいや。まあ、さすがにこの状況ができたら勝ちですからね。ちょっといろいろ今、計算ミスこっちであったんですけど、まあ、こっちの話です。まあ、勝ちですよ、勝ち。そういうこと。まあ、相手がどんだけ回復持ってようが、2回積んじゃえば大丈夫という計算結果が出ているので、多分おそらく、これで勝ち。はい、フラドライブいきます。ドレインキス。はい。2回瞑想してるんで、さすがに身代わりは壊れるでしょうかね。壊れない。勝ったレシラム。すげえ。はい、対戦ありがとうございました。いやー、素晴らしい。まあ、今回かなり HA 方面に振ってきてるんで、相当耐久増し増しできたんですが、いやー、いいですね。しっかり、特殊っぽい物理艦隊で勝ち切れました。これはちゃんと物理型のいいとこ出ましたね。相手の選出誘導効きまくってる。もう完璧ですね。はい、対戦で見つかりました。あー、まあ、比較的、あんま特殊受けという特殊受けがいなくて、まあ、バドはイベルタル一本で見ますみたいな、そういうパーティーですかね。まあ、そういうのにはこのパーティーのちょっと、刺さりが微妙かもしれないというところなんですが、あと相手イベルタルを通したいならレジエレキが重くて、レジエレキを止めたいならランドが出てくるということで、普段ね特殊アタッカーっぽいからランド出てきづらいでしょうという想定で組んでいるパーティーなんですけど、比較的ランドが出てくる可能性まだ全然あるな。この試合はレジエレキ止めるためならランドが先発じゃない可能性もあって、イベルを持ってランド裏とかの可能性があるかな。多分イベルがいなかったらランドもいないし、ランドいなかったらイベルもいないと思う。対してこっちの選手普通ですけど、まあでもランドかな、先発はサザンドラかミュウツーか、
ちょっと悩みましたけど、ミュウツーでいけます。スカーフウオドラゴンだけは勘弁なんですが、今時あんまいないんじゃないか？どうだろう。一回詰めちゃったらランド通せそうなんで、白桃もレジェレキで詰め切るみたいな感じにしようか。ヌオでもいいけど、よろしくお願いします。どっちが良かっただろうね。まあ、レジェレキがいた方が、ウオドラゴンで詰まないかも。って感じかな。サンダーから、はい。まあ、サンダーみたいなポケモンには、あれなんですよね。サザンドラが電磁波効かないとかで、なかなか出しづらいんですけど、今回ミュウツーは、凍える風を連打できるので、サンダーには比較的強めですね。光の壁から入ってもいいし、もう何から入っても全然有利に動けるかと思います。まあ、光の壁から入るか、初手台も考えて。初手台まではない。あれかな？回電波とかかな？回電波、特殊アタッカーばっかりでしょっていう風に踏んで、回電波サンダー連れてきてくれてますね。いやー。まあまあ一応ミュウツーの凍風の威力は下がるとはいえ、もうこれはサンダーはいい感じに起点にできそうですね。お相手もこっちの壁見て、ああそういうのかってなってるだろうな。はい、まあ、光の粘土あるんでかなり余裕を持ってこっから立ち回れそうですね。ボフ、はい、もう火力も大したことないですね。これはさすがに引きたいな。レジェレキからのボルチェンで三角飛びするか、それかランドに直接引いて無理やり積むか、二択なんですけど、レジェレキ出して相手のランド呼んじゃってこっちがランドに引くとそのターンに威嚇が入っちゃうんで、あんまり強くないか。ここ素でランド出した方が良さそうだな。相手の暴風連打ちょっと気になりますけど、どうだろう。ここは諸説ポイントですね。皆さんだったらどうするでしょうかという感じ。あ、引いてる。はい、誰でしょう。イベル、なるほど。イベルいるならランドいるんじゃないかな。なんかそんな風に思ってますけども。はいはいはい。イベル出てくる、ここで大魔切ってきそうなもんだけどな。ここレジェレキに直バックしましょうか。壁あるのをいいことに。そうですね。壁あるんでここはレジェレキでいいかな。お相手が大魔切ってくれたらだいぶ、うわーってなってくれるんじゃないかな。大魔、よし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 。こっちの壁が効いてるうちに大魔切ってくれてますね。相当こっから動きやすいはずですが、さてここからどう動くか。まあ、イベルの持ち物とかにもよりますが、大アークから入ってる。はあ、なるほど。あぶねあぶねなんちゅう火力してんねんあんた普段だったらレジェレキ2体飛んでるってこと。えっていうか、しかもこれ弾じゃないじゃん。ってことは弱砲の可能性あるってこと。マジで言ってる。いくらなんでも意味わかんないな。弾じゃなくてこの火力は。危な。まあでもこれ、ワイルドボルトで自主退場して大ジェットさせなければ、もしくは大爆発でもいいのか。どっちが上だっけこれ。さすがに弱点ならワイルドボルトか。ワイルドボルトして、ここは自主退場しよう。えい。ハンド技持ってるって素敵。さよなら。さらば。まあ、これで弱点保険発動されても大丈夫。あー、なんなら保険じゃない。はい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 。さすがにランドから入るか。ミュウツーで凍風とかする意味ないよな。ランドから入って、大ロックで倒して、で、砂の力発動が理想なんですけど、相手の裏がウオノラゴンだった場合は、それが裏目になり得るんですよね。大ジェット先に積まないとダメっていうことになるから、大ジェットの方が正解っていうタクもある。大ジェットの場合は、それそもそも倒せるかどうか気になるんだけど、さすがにこの体力なら足りてるかな。レジュランドみたいな火力出ないんでね、ちょっと気をつけないといけないんですけど。あー、まあ、無振りならギリ落ちてるって感じか、大ジェットで。でも割と、火力に不安が残るな。まあでも大ジェットかな。さすがにここ、剣前から入る隙はないですね。大6からもすごく考えましたけどね。大6だと後ろに火力が安心して残せるので、相手によってはこっちが正解だったりしますが。はい。まあさっきの、うん、そうですね。ワイルドボルトであんだけ入るぐらいの耐久なら大丈夫だったかと思います。よっしゃ。これ大ジェットさせずに自主退場できたのがレジルキ偉かったですね。ギリギリ耐えてくれたのもすげえ助かった。やっぱ壁って偉大。バシャーも、おっしゃ！これは大丈夫ですね。もうここまで来たら心配事はそんなにないでしょう。バシャーも地面技か飛行技誘ってサンダー出して大魔ターンからしてっていう動きがあるんで、そこはどうするかは択なんですけど、まあ、どっちにしろ大ロックでもいいな。大ロックで砂の力発動させちゃえばサンダーが出てきてもストーンエッジで倒せるはずだから、もうそれでいいっていう説はあるけどな。大ロック押して、うん、ここ大ロックかな。引いてこない。まあ引いてくれてたら交換読みうまかったですけど残念でした。
はい、まあでもこれで砂の力発動を、これでストーンエッジでおそらくもうサンダーも倒せるようになってるはず。でも適当に大ジェットをしましょうか。うん、大ジェット通って、まあバシャームが絶対居座るって考えるならダイアースが一番いいんですけどね、サンダーとの打ち合いに強いんで。まあ一旦ここはいいかな。そろそろ光の壁のターンが切れる頃なんで、サンダーとの打ち合いどうしようかな。光の壁ちょうどなくなっちゃいましたね。一回引いてでもいいな。ここまでここまでやっといてなんだけど、どうせ上取ってるなら一回引いてでもいいな。さすがに砂の力ストーンエッジが入ったら多分飛ばせるんだけど、外した時がな、壁があった方が安全だよねってなるんで、ごめんなさい、ちょっと初始貫徹できてないけど、ここは一旦引きましょうか。はい、ミュウツー。まあまあまあ、もう、些細な誤差というか、もう、ほぼ勝ちなんで、何選んでも。もうここは、悠々と太い勝ち筋を、もうひたすら選び続ければいいかと思います。いやー、楽で助かる。まあ、これ、光の壁から入りましょうね。はい、光の壁。じゃあ10万ボルト。挑発はいらないかな。そうですね、挑発せずに普通にもうここ風で削ります。多分このターン倒してもらえるという、そういう算段です。はい、凍える風のダメージが入ってしまえばもうストーンエッジで余裕でしょう。まあ入ってなくても余裕かもしれないけど、まあよりね、安全安全。羽、あー、ターン稼ぎに来てる。まあじゃあ挑発しましょう。はい、まあまあそれならそれでっていう感じですね。どっちにしろ砂嵐は収まってしまうので、まあ展開としては当初の想定通りという感じですかね。挑発します。相手も羽連打で壁ターンを稼ぎに来てるのかなという動き方ですね。はい、羽休めが出せない。じゃあここでこう風と、いやこのミュート使いやすめっちゃ使いやすいですね。技も4つ全て見たので、お相手はここからランドに暴風連打という形になるかと思いますが、なんかダメージ入りすぎじゃない？急所ではないか。あ、いいダメージ入ってる。まあ暴風、そうか、なんか感覚バグってたけど、そういえば7割しか当たらん技だったな。交差選ばれました。対戦ありがとうございました。完璧完璧、よっしゃ。いや、いい感じに詰め切れましたね。ちょっとレジエレキに引いたターンのダイアークのダメージにちょっとビビり散らかしましたが、よかった、ターンなんとか勝ててよかったです。はい、対戦相手見つか。あー、ワカシャもいるじゃん。最近僕が動画で動画とショートで紹介しましたけど、いやー、まさか自分が最近紹介したワカシャもがここで見れると思いませんでした。いや、なんか自意識過剰だったら嫌だけど、僕の動画見てくれたのかな。だったら嬉しいですね。はい、ということで対戦よろしくお願いします。だからこそ負けられないですね。さあ、ワカシャもからサンキュー。ワカシャも使ってくれてサンキューな。ただこの対面はお相手からすると相当絶望感あるでしょうね。挑発するまでもなく、まあ十中八九引いてくる場面なので、適当に凍える風でも打っておきましょうか。まあ若者に当たっても加速分無駄にできて美味しいし、守る。はい、なるほど。まあとりあえず若者で詰めるかどうか見てみようっていう感じか。僕がなんで壁から入れなかったかというと、後ろがウーラオスで暗黒強打とか持ってて、壁があんまり機能しないパターンがあるかなというのを考えてました。なんで凍える風の方が、ウーラオスに対しては有効だろうという考え方でしたね。どうだろう、居座りの意思があるかわかんないけど、ここ風見た上で居座るのってちょっと、どうしようかなって思ってくれてるとは思うんだよな。挑発してみちゃうか。ああ、取った。じゃあ、若者もだいぶこっからきついと思いますね。バトンができないんで。はい、身狩りが出せない。若者もが攻撃技に一枠割いてるかどうかちょっと気になりますけど、まあ、とりあえず交換読みのここ風から入ります。引っ込めた、よし。若者も完全に無力化できてますね。でキュレム、ほう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 、キュレムか。これ若者もバトンでキュレムっていう想定なんでしょうね、お相手のパーティー。よっしゃ、じゃあキュレムにここ風当たって、まあまあ硬いけど、こっちの火力もなさすぎて直帰かどうかの判別ができん。わからんわ。じゃあ光の壁は張りましょうね。大魔、よし、これはより美味しいですね。
いいぞ、ここに大魔使わせたのは相当でかい。まあこっちの他の技見せてませんからね、小五風挑発と。もう無理やり高火力で上から押し潰してやろうという算段だったと思うんですけど、よかったな、ここまで壁見せてなかったのがここで生きたな。壁を持ってるポケモンをね、僕あんまりその使い慣れてないというか、あんま使うのが得意じゃないんですけど、大フォロー、シャドーボール媒体かな。うわ、でも火力ある、やば、どんな火力してんのよ、壁あるのに。まあ、じゃあリフレクターまで張って終わりにしましょうか。次の大フォローで倒れるとはちょっと思わなかったな。はい、大フォローを。ってことはこれ壁なかったら大フォロー一発で吹っ飛んでるんだもんな。すごい火力ですね。でレシラム行くんですけど、ここ大ドラグーン受けちゃうと AA も下がっちゃって、その身代わりで相手の大ドラグーン受けるっていう動きがそんなに強くないので、なんか大ウォールしようかなってちょっと今考えています。こっからレシラム詰めなくても壁込みで無理やり通しちゃった方が強いと思うんで、こっからなら大ウォールからが一番いいと思うんだよな。大ウォール行きます。はい、まあ自分の考えに従ってみます。若者もバック許しちゃいますけど、まあでもこっちが特殊アタッカーか物理アタッカーかをこっちの初手大魔だったら判別できないんで、まあ相手からすると特殊アタッカーに見えてると。ということはまあ若者も後出しできないでしょうという、そういう出し方でもありますね。はい、大ウォールを挟んで、相手もダイアースで特殊方面上げに来てますね。まあそれは通用せんぞと。あ、なんか直帰レシラムっぽいですね。なんかそんな雰囲気のある技構成ですが、ここは素直に大ドラグーンでいいかな。まあ、無効化できるポケモンいないんで、ここは一旦素直に打ってみます。通る、よし。じゃあこれでとりあえずキュレムは突破できるはず。うん、物理方面の火力自信ないですけど、積まないと本当火力ないんですけど、さすがにね大魔してないキレムなら足りますね。ちょっと前の動画であまりの火力のなさにドン引きした試合があったんですけど、今回はそうならなそうでよかった。で若シャモか、ビルドを積まれても関係ないヌオーに引くって言ってもちょっと考えたんですけど、技枠を鬼火に裂いてる可能性があって、それだと鬼火が効かないレシラムの方に軍配が上がってるんで、ちょっと分かんないのを考えるとヌオーバックはちょっと早すぎかな。まあ、当然守る。まあ、ただ A はダウンしますよと。で相手の A は下がるので、一旦若者もバトンは失敗に終わるはず。わかんないけど A 下げただけだけど、まあ、ここで龍舞で追いついていったり身代わり置いたりとかね、若者もに対して一応こっちも起点にできるので、あらかた大丈夫だと思うけどな。まあ、あと相手がどんなにバトンで強くなろうが、後ろのヌオが天然っていうのが安心感あっていいなと思ってます。身代わりから龍舞いっちゃうか。どんだけビルド積まれてもヌオがいたら大丈夫だよな。ちょっと勝手にそう高をくくります。ビルド、はい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 、なるほど。ビルドあるってことはどうしよう、すぐ引くか。身代わり守るビルドバトンでも確定してるから、鬼火はもうこっから警戒しなくていい。後ろがガラルファイヤーだったら地震がダメだし、後ろがネクロズマだったら地震の方がいいしっていう感じで、技を選びづらいっていうのはあるな。まあいいや、龍舞6積みするか。龍舞6積みしてヌオーで全てを解決しよう多分それでいいと思うわ。はい、ちょっとさっきからプレイブレブレだけど引くか。まあ鬼火ないのを見たからっていうことで一回ご容赦ください。それでヌオを出してでいいかな、ビルド。はい、まあ、相手の防御アップを無視して自信ができるっていうのを、なんか天然そっちの使い方もあるんかいみたいなところがいいですね。あ、てか壁まだあったんだ、完全に忘れてたな。壁結構長いですね。もう相当とっくの昔に切れた気でいましたけど、じゃあ自信一応選んでみます。身代わり、はい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 、まあ、これで自信ですよと。後ろがガラルファイヤーじゃなければいいんだけど、こっちが特殊アタッカーっぽいポケモン見せまくってるんで、ガラルファイヤーの可能性が捨てきれないのがね、このプレイ怖すぎるんですよね。まあ、ただネクロズマで積む方も怖かったんで、こっちにシフトしちゃったんですけど、わかんねえ。アビルドアップして、なるほどなるほど、自信受けきれるっていう判断か。いやそれ受からないんですよね。天然って実はそういうとこあるんですよね相手のその耐久上昇を無視するんですよねこれそう、
そういうとこあんのよこの特性。ウーラオス、うわどっちでもなかったんかい。で連撃、なんか一番予想外でしたね。ウーラオス連撃か。あカウンターをしてる、なるほど、カウンターをしてて、まあでもそれなら後ろの激輪で多分足りるかな。レシラムが水流連打で倒されるわけはないんで、はい、まあ、これはさすがに勝ちかなと思いますね。いやー、まあ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 、一応ヌオにシフトしてよかったと、まあ、結局あれですからね、若者 もバトンしちゃったらウーラオスに負担かかるし、まあ、結局ウーラオスにバトンしても天然のせいで意味ないしっていうことで、まあ相手こっちのヌオでだいぶ積んでましたね。水流連打、はい、上取られてますけど、まあさすがに耐えるんで、こっちの激輪が足りてさえいれば勝ちかと思います。いやー、なんか若者も使いと当たれたの嬉しいな嬉しいですね。ガルルファイヤーがいるかと思ったけど、さすがにデジエレキを見たら出しづらかったかな。はい、ということで激輪で倒しました。対戦ありがとうございました。いやーよかったなかなか熱いバトルをしましたね。若者も使ってくれてありがとう。いいポケモンですよね。はい、ということで今回のぶっちゃけ感想のコーナーですけど、戦績はちょっとごめんなさい覚えてないんですけど、右下のこれです。戦績難、今の難所の範囲でした。いやでもすげー楽しかったですね。強かったし、かなりバンギーとかね、ラッキー持ちと一体も当たらなかったのがねすごい悔やまれるんですけど、ラッキー持ちだったら今回このレシラムの身代わりがラッキーの地球投げを一発耐えるようにしてて、こっちが物理型だっていうことに気づいた後も相手のラッキーの甘えるがね、あの無効化できるように身代わり竜舞みたいな形を組んでました。これでレシラムだって見てラッキー出してきて、で、まあ、竜舞型だから甘えるだって思って甘えるしてっていう動きを全てもう封じることができるんで、ラッキー持ちにめっぽう強いだろうというふうに思ってこの型を組みました。もう何回潜っても当たんなかったので、ちょっと今回ラッキー戦お見せできなかったんですけど、まあ、これはぜひね皆さんお手元で試してみてください。調整は H236 振ればラッキーの地球投げ耐えますんで、あとは AS を調整かなというふうに思います。今回僕ね動画中に S 削って A に割いてっていう感じでちょっと調整入れてるんで、まだまだちょっと AS の調整のラインが僕もどこが正解やろっていうのわかんないですけど、現状 H236S が136だったかな、残り A でいじっぱりみたいな感じです。でこの起点作成のサザンドラとミュウツーなんですけども、まあどっちも優秀でしたね。すごく偉かったです。ただサザンドラは個人的にはちょっとリフレクターのターンがですね、どうしても5ターンしかないということで、自主退場技もないのでリフレクターのターンを後ろに残しづらいっていうのがちょっと難しいところだなというふうに思いましたね。あと今回ちょっと電磁波外しすぎたんでそこがね、なんかこのサザンドラの本当の強さを理解できたかできないかみたいなとこだったんですけど、まあ、でもすごく使い勝手が良くて必ず何かしら活躍してくれて非常に良かったです。余談なんですけど、先日このサザンドラの方をショート動画で投稿したら、ゆっくり実況者の京さんという方が使ってる方のほぼそのまんまだという風にコメントいただきまして、あそうなんだと思って、僕それを知らなくて紹介してしまったんですけど、視聴者さんからいただいた方そのままっていうことで、一応事前になんかサザンドラ起点作成とかで調べて検索して出てこなかったんですけど、まあ、ちょっと僕のリサーチが不足していたみたいで、まあ、この方を愛用している実況者さんがいたらしくてですね、まあ、意図せずそのアイデアをパクってしまったことになったので、まあ、ちょっと一言謝ろうと思って京さんのツイッターを見に行ったところ、なんともうお先に僕のツイッターの方に反応をいただいてまして、紹介してくれて嬉しいというふうに寛大なご対応いただいてですね、本当にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。俺に京さんのチャンネル概要欄に貼っておきますんで、皆さんチャンネル登録しに行ってください。はい、ポケモン実況やってるとね、こういうのって本当にリサーチはしてもしきれないんで、これを紹介してるの僕が初だろうと思ったら実はいたみたいなケースは僕何回も経験したことがあるんですけど、まあ、逆もしかりで僕が紹介している方をね他の実況者さんが紹介していた場合は、僕もそれを歓迎する心持ちでいたいなというふうに今回改めて思いました。はい、ありがとうございました。でちょっと話途中になってましたけど、ミュウツー、はい、強かったです。はい、この方のミュウツーめちゃくちゃ強かった。なんか普通にアタッカーするよりなんならこれが一番強いんじゃないかまである。もう本当に使い勝手良かったです。ザシアンの居住とかも耐久ちょっと振ればしっかり耐えてくれるんで、本当にどこに出しても恥ずかしくないというかまあ誰に対して出しても起点作成ができるのが偉かったですね。今回作った方の中で僕はこれが一番成功だったかなというふうに思います。まあ、これこそ他に使ってる方がいるかどうかチェックしてないんですけど、個人的にはいいのが作れたなという気でいますね。他にもこの前の弱かった統一の時で使ったハチマキヌオーだとか、
その強かったショートでご紹介した物理レジェルキとか、あと今回自分で組んできた物理化身ランドロス砂の力の方ですねとか、本当にいろんなアイデアを詰め合わせたおもちゃ箱みたいなパーティーだったんですけど、珍しく僕今までねパーティーをいろんなパーティー組んできて、このポケモンは強かったけどこのポケモンは微妙だったなとかいうことを最後にぶっちゃけ感想で言ってたんですけど、今回のぶっちゃけ感想は全員良かったとしか言いようがない。はい、このパーティーのバランスが良かったかは別として、一体一体はものすごく全員が良かったんで、まあ、久々に手応えのあるいいパーティーができたなという感じですね。はい、久々に手応えのあるパーティーが組めたんでレンタルパーティー公開しておきます。よくね僕の元にこの動画のレンタルパーティー公開してもらえませんかっていう DM とかね、あのリプライとかコメントが届くんですけど、1人5つまでしかレンタルパーティーを公開できない関係上、毎回公開してるとすぐに過去のレンタルパーティーの公開を取りやめないといけないんですね。ということで僕は手応えがあったパーティーしか公開しないという風にしているんですけども、今回は全体的に非常に使い勝手が良くて、皆さんにもぜひ一度試してみてほしいなというパーティーだったので今回レンタルパーティー公開しておきます。ただ一回僕がこうやって動画で紹介しちゃっているので物理型だなこれってバレた場合の責任は負えません。はいまあその辺も含めて、物理レジールキって、物理レシラムって、そのハチマキヌオーって、あの物理化身ランドロスってどんな使い道なんだろうみたいなね、ミュウツーとかサザンダロのこの起点作成ってどんな使い心地なんだろうっていうのをお試しにでもご利用いただければいいかなと思います。はい、ということでちょっと長い動画になりましたけど、今回もここまでね、あの最後までご視聴ありがとうございました。もうこんな最後の最後まで見てくださった方がどれぐらいいるかわかりませんけども、まあ、もしここまで見てくださった方がいらっしゃったらチャンネル登録とかねついでにして帰っていただけたらとても嬉しいなというふうに思います。ではまた次回の動画でもお会いできることを祈って、インゲンでした。バイバーイ。